どうぞ。キア先生、本日もお願いいたします。はい、お願いします。インスタグラムフォロワー様からのご質問です。はい。ちょっと前に和田アキ子さんが眼瞼下垂の手術を受けてすごく変な目になってますよね、うん、あれはミキア先生の目から見て失敗ですか？私も眼瞼下垂の手術を受けることを考えていたので、ああいう目にされてしまわないかすごく心配です。ミキア先生の意見を動画で話してくださると嬉しいです。お願いいたします。はい、わかりました。最近ね、眼瞼下垂希望の患者さんカウンセリングにいらっしゃると、うん、もう半分ぐらいの人がね、同じ質問をされるんですよ。私、眼瞼下垂の手術考えてるんですけど、和田アキ子さんって眼瞼下垂の手術してすごい変な不自然な目になってますよね。私もああなっちゃうんですか、すごい心配なんですってね、半分ぐらいの人がおっしゃるんですよ。で、毎回同じ説明をしてるんですけれど、なので今回その説明をすることになるんですが、でまず成功か失敗かっていう質問なんですけれど、それはね、一言で答えることはできないですね。和田さんが受けたのが健康保険で受けた眼瞼下垂の手術なのか、あるいは自費で美容整形で受けた眼瞼下垂の手術なのかによって成功なのか失敗なのかっていうのがまた変わってくるし、まあ、難しい判断なんですけれど、例えば高須クリニックで眼瞼下垂の手術する場合って、まあ、自費なので両目で70万円に消費税いただいてるんですね。で、美容整形で自費でやる以上は、まあ、眼瞼下垂の手術して機能的に開きが良くなって、まあ、視野が広がって生活が改善する、生活が快適になるっていうことも保証しないといけないし、見た目も美しくなる、若々しくなるっていうことも保証してあげるっていうことになるわけですね。まあ、ある程度デザイン任せて綺麗な手術をさせていただく場合は、まあ、患者さんがデザインを、ね、一方的に決める場合はまた話は別なんですけれど、まあ、美容整形で自費でやるっていうのはそういう前提で手術するってことになるんですが、健康保険で眼瞼下垂の手術をする場合っていうのはまた話が別で、健康保険でっていうのはあくまで病気で苦しんでいる人をみんなで積み立てた大事な保険金と税金を使って、患者さんの費用は自己負担少ない額で、病気を治してあげましょうと、病気でマイナスの状態からゼロの状態に近づけてあげましょうっていうのが本来の健康保険の考え方なので、美しくしてあげるとか若々しく自然にしてあげるとか、そういうことまではちゃんと保証されていないわけですね。となると、もし和田さんが健康保険で眼瞼下垂の手術を受けたんだったら、手術前の空いていない細い目に比べて目は空いてるんで、生活は快適になったと思うんですね。やっぱり開いてない目がパチッと開くことによって視野も広がるし、まあ、眼瞼下垂の不定愁訴である頭痛とか肩こりとか自律神経失調症とか、そういう症状も改善したっていうふうに聞いてますんで、和田さんは。で、明らかな後遺症、例えば目が全然閉じなくなったとか、目が開きすぎてすごい激しいドライアイになったとかね、そういうひどい後遺症とかがなければ、健康保険の手術としてはまあ成功の範囲かなっていうのが僕の意見ですね。ただもし高須クリニックで自費で70万円の眼瞼下垂の手術を受けてあの結果だったら、まあ8割ぐらいの患者さんはクレームを言いますね。高いお金かけて綺麗になるために手術したのに、こんな不自然な目にされて、周りの人とか知り合いにもすごい不自然で失敗だ失敗だって言われる、これって失敗じゃないですか、お金返してくださいとか、他で修正してください、責任取ってくださいとかね、まあ8割ぐらいの人はあの結果だったらおっしゃるでしょう。ただ2割ぐらいの人はあの結果でも喜んでくれる人はいるんじゃないかなとは思いますけれど、まあ、最近の美容整形の患者さんってもう目が肥えてて、すごく二重のラインとか自然な感じとかにこだわるんで、まあ、今の患者さん8割ぐらいはまあ失敗だってクレームになるでしょうね。はい、
なので成功か失敗かっていうのは健康保険でやったか自費で美容整形でやったかによって、まあ、全然意見が変わってくるわけです。はい。でそもそもなんで和田さんってあんな目になっちゃったかっていうと、まあ和田さんって今69歳だと思うんですね。69歳で年齢相応に顔全体が老化してるわけですよ。で手術前の顔を見ても、まあ、年齢相応に額もたるんでこめかみもたるんでこうやって顔の外側が垂れ下がって三角の目になってて、で上まぶたの皮膚も余ってこう垂れ下がって、でもともとね非常に狭い奥二重だったと思うんですよ。奥二重なので余計に皮膚がかぶさって目が細くなって、それプラス軽度の、まあ、老人性眼瞼下垂もあったんでしょうね。まぶたを開ける筋肉の力が弱くてより目の開きが悪かったっていう状態でしたね。手術前はほぼ左右対称の目でしたね、ほぼね。で年齢相応に顔全体、まあ、特に目の場合目より上の組織が老化してこういう目になってるんですけれど、結局老化して目が変化していくのってまぶたとか目の周囲だけが老化して目の形が形成されるんじゃなくて、目より上の額とかこめかみとか上まぶたの皮膚とかそういうのが複合的に老化してあの目になってるんで、そういう状態なのに、まあ、眼瞼下垂の手術だけをして目の開きだけはもうパッチリ20代ぐらいの開きにしちゃってるわけですね。なのでなんとなくアンバランスな状態になってるわけですね。でもともと奥二重だったと思うんですけど、まあ、若干広めの二重を作っていると。で二重のラインで皮膚を切除しているかどうかは分かんないんですけど、もし皮膚切除してたらまぶたの下の方の薄い皮膚だけ切除して上の方の厚い皮膚だけ余っちゃうことになるので、上の方の厚い皮膚が折れ曲がる不自然な二重になるわけで、まあ、なんとなく三角で厚ぼったい感じの二重になって不自然になってるわけですね。じゃあどういうふうにすればもっと自然になったかっていうと、一番いいのはやっぱりここ全体が老化してるんで、こっから上全部を手術で若返らせてあげるっていうのが一番いいんですよ。やるかやらないかは別にして、もし僕が全部任せてもらえてデザインとか決めていいんだったら、僕だったら額のリフトと上眼瞼リフトとあと狭い二重を眼瞼下垂の手術で作って、眼瞼下垂の手術で今よりも元の目よりもちょっとだけ開けるぐらい、開けすぎない程度に開けるぐらい、黒目がまあせいぜい7割ぐらい出るぐらいにしてあげるのがいいですね。そうすると額やこめかみがこう垂れ下がっているのを程よくふわっと上がって、で余ってるまぶたの皮膚も二重のラインで薄い皮膚を取るんじゃなくて眉毛の下で分厚い皮膚をだけを取って、下の方の薄い皮膚は残してあげて、で程よい狭いラインで二重を作って、で程よく目を開けてあげると、まあ、全体的にバランスよく若返るんですね。結局全体的に老化してあの老化した細い面になってるのに、まぶたの眼瞼下垂の手術だけで全部改善させようとするので不自然になるので、複合的に額のリフトと上眼瞼リフトと二重の狭いライン作るのと眼瞼下垂してあげれば自然に若返ることができたわけです。ただそうすると3つの手術やることになるので、うちでそれやると額リフトが100万円で上眼瞼リフトが両目で35万円で眼瞼下垂が両目で70万円なんで、それぞれ消費税かかるんで、まあ、200万円以上かかるし、まあ、大抵眼瞼下垂の手術だけを希望している人ってそんだけあの手術進めても、まあ、そんなに大げさなことをやるつもりはありませんって言って、まあ、ほとんどの人はやらないんですね。なので、まあ、もうちょっと控えめにやるんだったら、まあ、上眼瞼リフトだけをやるとか、上眼瞼リフトプラス切開の二重かあるいは埋没法で狭い二重を作るとか、あるいは上眼瞼リフトプラス眼瞼下垂の手術で控えめにやるとか、まあ、そうやって複合的にやった方が自然になったでしょうね。であくまで二重のラインでは皮膚は取らないで、まあ、皮膚取るんだったら眉毛の下で分厚い皮膚を取ると、まあ、そういうふうにすればよかったのかもわかんないし、今後修正手術するんだったら前回の手術で二重のラインで皮膚たくさん取られてたら
きれいに自然に修正するの難しいんですけれど、追加で修正するんだったら上眼瞼リフトで 眉毛の下で分厚い皮膚取るとか、あるいは飽きすぎちゃってる目がコンプレックスだったらもう一回眼瞼下垂の手術を修正してちょっと下げるとかね、そういうのが、必要になってくるかもわからないですね。まあそんな感じです。ということで眼瞼下垂の手術すればみんなああいう結果になるっていうわけではないので心配ないです。で自然になりたかったらその人に合った自然な手術、自然なデザインを進めることになりますので、まあ、心配はいりませんよということです。はい、じゃあ以上です。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。